低気圧や前線の影響で県内は雨が降り続いています。雨は現在がピークとみられますが、気象台は夕方まで土砂災害に警戒を呼びかけています。今日の県内は低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込む影響で大気の状態が不安定になっています。四国中央市富里で午前10時30分までの1時間に27ミリの強い雨が降ったほか、降り始めから午前10時までに降った雨の量は石鎚山成就社で 197.5 ミリ、東温市上林で158ミリ、松山で147ミリなどとなっています。気象台は県内の広い範囲に大雨警報を、正木町と愛南町に洪水警報を発表していて、夕方まで土砂災害などに警戒するよう呼びかけています。この雨で JR 四国は現在予讃線松山宇和島間の特急宇和海と、海回りの伊予市駅伊予大津間、淀線の久保川宇和島間を運休しています。また県のまとめによりますと、今治市で住宅一棟が床下浸水したほか、宇和島市と今治市で小学校23校が臨時休校、また小中学校合わせて2校で自宅待機の措置が取られています。気象台によりますと、明日朝6時までの24時間降水量は東予、中予、南予いずれも多いところで100ミリと予想されています。